夏に開催される大型音楽フェスや阿波踊りなどの大規模イベントも軒並み中止を発表する中、5月14日には39の県で緊急事態宣言が解除された。ウイルスは収束に向かっているように見えるだけに、休止を剣打ちするには少々早い気も。もちろん NHK としても開催中止は避けたいところ。しかし感染症は秋から冬にかけて流行りやすく、新型コロナも今年の秋以降に第2波第3波のパンデミックが起こるのではと懸念されています。治療薬の実用化も年内を目標にしていますが、来年になってしまう可能性もありますからね。そのため NHK は最悪の事態を想定して対策を練っているようです。レコード会社関係者。すでに放送中の番組を使って実験も行っているという。矢原翔介さんが司会を務める生放送の音楽番組「うたコン」を活用して紅白の放送形態を模索していますよ。最近はアーティストにリモート出演してもらっていますが、リモートではどのような演出が可能か同番組でいろいろ試しているところです。芸能プロ関係者。アーティストたちもコロナの影響でコンサートなどが次々と延期に、スケジュールが二転三転していることから、出場予定者たちの調整も難航しているようだ。リハーサルもあるので年末に数日間スケジュールを空けるのが出場の条件。しかしツアーなどを予定していた歌手たちは秋以降に開催を延期している人も多い。そのためスケジュールを空けられるかわからない状況です。前出レコード会社関係者。逸話延期で目玉がなくなった。また CD の発売日や映画ドラマの公開日が決まらないことも問題になっている。 CD の売り上げやダウンロード数などを参考に出場歌手を選出しています。しかし主題歌に起用されればヒットにつながりやすいドラマや映画が軒並み延期に。プロモーションやライブができないことから CD の発売を延期している歌手も多い。例年以上にヒット曲が生まれづらい状況になっているので、開けも要したところで一部のファン以外には馴染みがない曲ばかりということも予想されます。音楽ライター。東京五輪開催に合わせ逸話を振り返る企画を目玉に考えていたそうだが、開催延期によりその演出も没に、企画も全て考え直さないといけないため、ギリギリまで苦渋の決断が迫られそうです。前出 NHK 関係者。 NHK に紅白の開催について問い合わせてみたが、現状お答えできる段階ではありませんとのことだった。今年も紅白で1年を締めくくれると信じたいけど。